はい、皆さんこんにちは。今日はトミカファンなら皆さん気になってるトミカプレミアム RS の最新情報をお伝えしたいと思います。タカラトミーさんのホームページの中にここにあるね、情報解禁まであと…って書いてあるよね。これをタップするとで、こんな感じでページが映ります。で、ここ見ると19日と22時間33分後に情報が解禁されるってことかな。で、トミカプレミアム RS の車種は何かなっていうと、東京の車掌で発表されてたね。なんとなくそこで気づいた人もいるのかなと思います。で、その時の写真はっていうと、実はね、タカラトミーさんのツイッターフォローしてる人は知ってるのかな。トミカブースではトミカプレミアム RS 参考出品してます。ランボルギーニカウンタック LP500S が展示されてたのかな、その時はね。で、これをタップするとこんな写真がツイッターに出てたね。で、写真見ると車種はカウンタックのレッドだね。このドアとかエンジンフードが開くのかな。これはガルウィングじゃなくてシザードアって書いてあるね。で、この時は参考出品だからまだこっから変わるかもしれないよね。で、こっちの写真を見ると子供から大人まで楽しめるトミカらしさを追求した新シリーズだから、これがトミカプレミアム RS なんだね。で、スケールは1/43だから結構通常のトミカに比べたら大きいよね。で、価格も本屋さんに聞いてみると3780円って言ってたね。で、価格もそうだけど作りがすごく細かくなってるから対象年齢が14歳以上ってなってるね。で、通常のこういうトミカはっていうと対象年齢3歳からで486円で、トミカプレミアムだと864円で6歳以上が対象年齢になってたね。で、こうやって見てみるとミニカー好きの人にとってみたら結構嬉しい商品だね。はい、こんな感じでトミカプレミアム RS、 今分かってる情報だとこんな感じだね。でも実際発売されてみないとわからないね。はい、また新しい情報入ったら更新していきたいと思います。はい、今日はおしまいです。またチャンネル登録の方もお願いします。バイバーイ。